時間を、そして空間を超えて歴史に名を刻んだ勇士が集いました。スーパーワールドブリーダーズカップ、さあいよいよスタートです。起伏の激しい難コース、スーパーワールドブリーダーズカップ、立ち遅れました。6番エクリプス、これは逃げ馬だけにちょっと痛い出遅れ、先行争いであります。12番チャオキャップが上がってまいりました。その後ろでやりましょうか。7番オルコックアラビアン、ヘロド、3番ゴドルフィンバルブ、そして1番人気のマンタロウ、うまくいっているんではないでしょうか。そして外からは6番エクリプス、マッチェム、ほとんど馬体が合っています。それから足毛の馬体、パラダイスパラダイス、外から1頭11番カイダープルーフ、10番サムライバルバトス、そのうちにラーレーアラビアン、この辺りちょっと離れている8番バイアリーターク。もう一度先頭から順番に参りますと、先頭はおなじみの逃げ馬オルコックアラビアンであります。海の世界に別れを告げて地上の世界へと戻ってまいります。チャオキャップは2番手待機、差が開いてヘロド、ゴドルフィンバルブ、そしてイタイタ、マンタロウと竹豊でやります。それから11番ハイダープルーフ、さあトンネルを抜けてあとは直線勝負を残すのみであります。チャオキャップは2番手、このまま抜け出すか。さあ先頭はオルコックアラビアンが2馬身リード、ワンタロウまだ来ないのか、まだ来れないのか。外からはチャオキャップ一気に抜けた、チャオキャップ突き放すか、ムチが飛んでいる、オルコックアラビアン、チャオキャップ先頭、カイザープルーフが2番手、カイザープルーフ懸命に追った、チャオキャップ先頭1着、12番チャオキャップ、スーパーワールドブリーダーズカップ2勝目、獲得賞金は3万枚突破。1着12番2着12番。